斜里町のウトロ漁港です。こちらでは30分ほど前から雨が降り始めています。波や風は比較的穏やかな様子です。現場の海域では、昨日に続き、飽和潜水で潜水士が海底に潜っての捜索などが行われました。潜水士を乗せた水中エレベーターが海の中から戻ってきました。作業員 ほどが集まって慎重に水中エレベーターの引き上げ作業をしています午前7時過ぎに潜水士3人を乗せて海底に降りていった民間の作業船海進の水中エレベーターは正午過ぎに船の上に引き上げられました2日目となる飽和潜水では観光船カズワンが沈む深さ120メートルの海底付近で 船の中と周辺の捜索が行われましたおよそ5時間に及ぶ潜水士の捜索でしたが行方不明者12人の発見につながる新たな手がかりは見つかりませんでしたまた潜水士は海底での捜索に加えて船の引き上げに向けた船体の調査も行いました観光船カズワンは早ければ22日にも海底から引き上げられ およそ80キロメートル離れた網走港に営航される予定です今日も海保の巡視船などがくなしり島周辺の海域も含め捜索を行っています船が沈む現場海域から知床半島を挟んだ反対側くなしり島の西岸では年齢・性別不明の遺体が発見されたと昨日ロシア側から日本側に連絡がありました 海保などが情報収集をしています。